うちの生徒ですよ。20年前の。20年前、茶色の制服だったの。そいつらさ、ヤボボと狛江、金子って言ってなかった？言ってました。やっぱり文化祭になるとね、毎年来るのよ、あいつら。幽霊なんですか？いやいや、生きてますよ。生きてる？てか、みんな高校生だったから。だから、生きようよ。生きよう。だって本人たち仕事で忙しくて来られるわけないもん。よっぽど高校の時の文化祭が楽しかったんじゃない？一生に一回だけだもんね。友達に出会えるのも、意味のないことに夢中になれるのも。だからそれが忘れられなくて毎年気持ちだけ来るんじゃないのかな。